プロンプトで遊ぶ GPT-4 との対話です。今回はあの6月30日も10日を切っちゃったんで、改めて参加のお願いをしようというふうに思います。で、最初にまあこの ChatGPT、GPT-4 等のいわゆる先生成 AI がどういうふうに受け止められているかっていうのをあの少し見てみようと思いますが、まあ、既にあの去年これから あと DPT のブームが起きて、常にたくさんの人があの自分の仕事に活かし始めているというふうに思います。また一方では、あのその技術が払う、いろんな脅威を危惧してし始めているという動きもありますね。ただ、一番多いのは、その成績 AI がどういうものであるか。 まだ知らない人が多分一番多い、あ,のあるいはそれに触ったことがないという人が多分半分以上の人がそうだというふうに僕は感じています。で、まあ、あのこの間のマルレクのラインナップを見てみますと、前回のマルレク GPT4 テクニカルレポートを読むというのでは、で現在の人工知能,能技術の 危険性についての論点、これはもう裏的に取り上げてましたね。GBT4 のシステムカードを中心に、まあ、そういう危険性についての,あの論点を紹介しました。で、現在、そのビデオと講演ビデオを公開中のマルレコン人工知能と数学っていうセミナーでは、あの現在主流の大規模言語モデルに基づく言語ネイティブな人工知能 とは異なる数学が強い、数学の一部な人工知能技術があるんだって話をしてきました。で、まあ今回は少しそれとは違った視点から、違った切り口から新しい人工知能技術をで取り上げたいと思います。基本的にはこの新しい人工知能技術と言われるものが文を生成するという点では、 今までの人工知能技術では画期的な言語能力を獲得しているということを中心にお話ししようというふうに思っています。人間の言語能力の機械による実装は明らかにあざらしフェーズに入っているんですね。で、こうした技術にどう態度をとるか、まあ、先ほどみんな自動や批判の話をしましたけれども、意見が分かれるかもしれませんが、その能力の飛躍が、 あるってことはきちんと評価する必要があるというふうに思ってます。これは今回のセミナーの一つの大きなあの目標ですね。で、今人工知能技術の中では画期的な言語能力の飛躍があるんだってことをきちんと捉えようということです。 で毎日僕には GPT-4 と会話してるととても楽しいですね。時々怪しいことを言うこともありますけれども、それはセミナーだって同じですね。ネット上の記事も同じ、まあ、僕の投稿を含めてネット上の記事も同じですウェクペディアだって怪しいものは怪しいですね。それは同じことです。で、彼と言っているのが彼女のとかもよ,よくわからないんですけれども、物知りですね。 あの膨大な知識を持ってるだけじゃなくて昔の g p t 2とかはなんとなくいろんな3もそうでしたねいろんなことは知ってるけれどもあんまり知的に感じなかったんですけれどもで今のは違いますねあのチャット g p t 以降あの g p t 4はあのとても知的に僕には思います。 で、チュリーリングテストのような対話型のテキストだったら彼あるいは彼女は知能を持つというふうにあの判定されるというふうに僕は考えています。でセミナーの冒頭の「連想と連想の鎖」っていうセクションがあるんですけれどもでこれは GPT-4 が連想をどんどん広げていくことができるってことを紹介しています。 これは GBT は連想する力を持つと評価することには多分、異論もあるかもしれません。あんまりそういうふうに持ち上げちゃいけないんだとか、そういう能力なんかどこにも。<laughs> GBT にはそういうんですけどね、謙遜して。ただ、この連想の例は、GBT の新しい文を生成する能力の数の形、まんまだと思ってる 僕はこれが GPT の基本的能力と考えた方がいいと思います。GPT いろんな捉え方があります、まあ、自分の仕事に使うとは行動生成役立つと確かにそうなんです、まあ、あの絵も描けるしすごいっていうのもあるんですけども基本はやはり新しい文を自由に生成できる、まあ、こ,の連この連想の話がもう一つの典型的な例だと思いますけれどもでそれが GPT の基本的な能力と思った方がい,い,、ね、いろいろそれが派生するんですけれども基本的にはどん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 話を続けて新しい文を生成できる本当にそれが素の形だというふうに僕は考えています。で今回のセミナーの,あのセクションで「語の意味」っていうのがあるんですけどここでは GPT-4 が「語の意味」についてどういう あの,の意味の分散モデルというのは基本的には五の意味っていうのは多次元あの高次元のベクトルの一点として表現されることになるんですけどそれはあれ結構大変に変わったりするんですけど基本的にはベクトル空間上の一点です。でところが g b t 4が把握している実際の五の意味の実態はそんなに単純ではないふうに僕は感じます。 簡単なプログを組んで GPT-4 から、えー、とワールドネットっていうプリンタ隊が作って公開して大規模な英語の辞書があるんですけれどもそれのミニバーをあの再構成できることを示してこのセクションでは示しますで,で改めて大規模言語モデルっていうんだけどその大規模さっていうのは どういうものかっていうと多分このネットワーク上の最大規模の辞書を内容的には包含するんですねでまあこの辺はもっとあの大事な論点があって要するに言語を向き合う時の大事な量的な問題では多分辞書っていうのが可能なんですよどんな言語でも多分あの辞書は作れるそれがあの10万語だろうが単語が50万語だろうが辞書は作れます。 実際にはワードピースの使ってて多分4万本ぐらいからの破片からこう再生してるんですけど、ねまあ、それはいいとして自は存在語の辞書は存在するんですだけど文文のの歴史いいうか文を網羅ししたものって存在し得ないんですでこれは新しい課題っていうか、えっと、これは古くから例えばチョムスキーたちのあのー 言語の創造性ってまさに有限のものから、えー、と無限の文を生成する能力だったんですが、えー、と今のチャット GPT や GPT-4 が向き合っているのは実はその文を生成無限の文を無限に文をせあの有限の単語から有限の語から無限に文を生成するって能力ですねそれがあのそれをどういうふうに実現するかっていうのが 課題になっているってことはまたいつかお話できたらといいう,うに思いますで今回の GPT4 との対話は基本的にはその言語能力をテーマしています GPT 自身にその言語能力を自分で語らせるっていうちょっと意地悪なことをしているんですけれども「で君の中で何が起きてるの?」と聞いてるんですがまあ全ての問いにあの納得のいく答えが返ってくるとは限りませんでも面白かったですね で納得しいかなければまたもう,もう一度って言うとまた別なあの答えを返してくれますからあれも面白いですね。でもそれはあの,年の問題として考えたら当然だと僕は思いますだって日本語をきちんと話す人がいたとしてそれが日本語文法を明文化されたルールの形で正解を知っているとは限らないですね。 でもしも我々が何かお意見を言った時に上司からなんでそんな意見が出たか脳内のニューロンの畑から説明しなさいというのはそれは明確にパワハラですね。サイバー GPT 法はそのパワハラ呼ばわりはされなかったんですけれどもあのー、いろんな現象にはいろんな階層があるんですね表面的にはきちんとそういう能力を持つその背後に何があるか。 分からないこともあるで,でもそれは一つの知の形あるいはそのケャパビリティなりその言語能力っていうのはそういうものをそういう能力ってあるんですよねだからあんまりその問い詰めてもしょうがない。で何が背景で起きたのか分からないこといろいろあるんですけれども何よりもその規模の巨大さは別にしてあシンプルな 分散表現プラスアテンションですねでそれはあのシンプルですそれはあの数学の色の体系の複雑さから見たらずっとシンプルですねでそれからああいう複雑な振る舞いが生み出されるのはやはり驚きでしたで突っ込んで聞くといろいろタイマーストップが入るように思えることもあったんですけどそれはあれですね あのモデルブレイクというか多分その監視されてるけけ検出されてるんだと僕は考えてるんですけどね連合能力についての対話は認識論的関心から見るとまあ僕もいろいろ幻想を見たのかもしれないですけどいろいろ刺激的でしただって自由に考えるってことはまだ我々の方がまだ得意ですからねからそういう意味ではそういう刺激の素材を あの gpt が与えてくれるそれから我々がいろんな認識なのかなんでこんなことができるのかあるいは何でこんなことができないのかあるいはこの背後には何があるのかそれは人間に照らしてみると何に当たるのかで意外と人間というのはそういうまあシンプルだっ言いましたけども言語能力の基礎っていうのは意外とシンプルなメカニズムなのかもしれませんだそういう考察も可能ですね で、総じて僕が受けた印象っていうのはあの人間のいろんな創造的な力認識能力だろう表現だろうがいろんな創造的な力を持つんですけれどもそれを機械でシミュレートしようとしたら言語力を真似る機会を作るのが一番の突破口になるだろうだからそれがもう始まってるんだと思ってまあそのなぜっていうのはいろいろ残ってるしそれと人間の能力の対応はまだまだ。 わからないいことが多いんですけどもそういうことをあの機械をモデルにして人間の認識を振り返ってみるってことが可能な段階になっているこれはあの人間の認識のとってはとても面白いあの段階だと僕は考えています。 で最後に今確認したいことは、まあ、最初にも言ったんですが、まあ、これは僕の主張の繰り返しになるんですけれども僕は人間の認識能力は言語的な認識能力を還元できないものがあるというふうに考えていますそれは例えば、まあ、この間ずっとやってきたような数学的認識能力というのはあの言語には還元できない言語的な能力に加還元できないですね。 でまた、生成的 AI の過信に対する警戒は、多分これからも必要なことだというふうに考えています。まあ、今回あの、ChatGPT をあの意をする側に回っているんですけれども、あのそういう基本点が態度と変わりありません。で、まあ、ともあれ、今回のセミナーはこれまでのマルレックとは少し違ったものになると思います。皆さんの参加をお待ちしています。で、最後にセミナーの構造はこういう構成になります。 で、この中にはあのあの、やってみて失敗したやつだとか、うまくいかなかったというのがあるんですけれども、基本的には人間の言語能力と、チャット GPT、チャット GPT の言語能力、それを、まあ、人間の言語能力を念頭に置きつつ、チャット GPT に、 チャット GPT の言語,の語を語らせるということだそれを通じて知能や知性やその中で言語の役割を考えようということです。あのぜひご期待ください